に決まります。そのままお待ちください。あなたの役割は、人狼。夜になりました。仲間を確認し、話し合いましょう。はい、自由にやっていただいて構いませんので、お任せします、ムーブは。はい。ん？ん？どうしたんだろう？ん？あれ、何かトラブルですか？トラブル発生？これ。トラブル発生？トラブルみたいだな、これ。トラブル発生だな。トラブル発生やな。そのままお待ちください。会話できず。これトラブル発生なんで。ああ、聞こえない、聞こえない、聞こえない。はいはい。はいはい。はい。朝が来ました。初日の襲撃はありません。チャット打ちやがったな。キューバーさんが発言します。チャット打ちやがったな。あれ？俺が聞こえないんだ、これ。あ、これ俺が聞こえないんだ、むしろ。これ俺なんだ、むしろ。俺が聞こえないんだ、これ。むしろ。俺だったんだ。やめれねえじゃん。俺が悪いんだ。多分大義名分はない。なくなったわ。俺が悪いのに、俺が自爆したら俺おかしいな人になっちゃうわ。悔しい。悔しい。悔しい。あ。ですかね、あとは。一般常識でやめましょう。僕の方のトラブルの可能性がある。皆さんにもどんどん色は出してほしいなっていうふうに思ってます。僕の方のトラブルの確定なんで、僕の方はそれで自爆するのもどうかしてるんで。はい。1番。7番のトラブルならまだ100個譲って。まあ、9番がいて感情的にならずっていうのは、俺は9番さ、別に感情的になってもいいと思うよ。その感情がどっちでやってるか精査するの。一番みたいなのが感情的にならずだったら、もろわかりに一番で感情的だからわかるけど、9番の人が感情的にならずって、9番なんて感情的なのっていう。9番の中では感情的だけど、うん、すげえ感情が伝わんねえんだけど、毎回思うけど、9番さんは自分は感情的だと思ってるってことなんだよ、多分。どういう精査するのかよくわかんない。だからそこを抑えなきゃいけないって思ってるんだよ。9番の中では。ただなんかわかる言いたい、そのテンションのない話し方だと、まあ、占いに関しては感情的なのかって言われると、てん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 って、ほぼほぼ浸透れない。叩かれたりしたらとか、なんとかでも、9番の意思でいいと思う。9番伸びる伸びないは関係ない。本人が思ってることと人が思ってることで全然違うんだね。感情的に見えるよ、俺。この中で一番感情的じゃなさそうなのが9番の人。発言します。意外と1番の方が感情的じゃないの、ないのかもね。許容範囲広いだもんね。うん、ああ、村人陣営です。9番さんから始まりましたね。9番さん、あ、そうだ、忘れてました。自分声色精査メインなんで、結構声色精査、まあ8割声色精査に重点を置いてるんで、これ言うと大抵初日で釣られてしまって、今初日に釣られてる確率が、まあ10戦やって7戦釣られてるんで、まあ、変えたらいいじゃん。大体同じぐらいなんで。変えないっていうのも、まあ、いいよな。まあ、また初日に釣られちゃいそうな予感もしながらも、俺がその上をはるかに超えるから、9番さんはプロが超えるから任せとけ。はい、この10戦から3戦にしてやるから。好きな声です。はい。1番さんはちょっとなんか。何ですか、それは9番さんも静かなら告白して、負けてられませんよ。はい、私も行っちゃいましょうかね、しれっと。2番のコメントを拝借して、言っちゃいましょうかね。3番さんが発言します。言っちゃいましょうか。これ、狼バグだったんじゃない？2番さんは自分のことをよく分かってらっしゃるなと思ってるから、今までそういうことをやって釣られてきたのであれば、それをやらないようにするっていう。普通の人は改善していくのは正しいけど、頑固に貫くつもり。ちょっと2番さんがかわいそうかなと思ったんで、今日3番は2番を釣らないでおいて差し上げます。普通はね、思います2番に言うけど、普通はね、2番なんかもう突っ込みどころもあるんだよね。釣られるんだったらね、そこ改善するとか。
可愛いよね。理由つけて話せるように。心の中で、口にはしないで、声色精査を入れる。っていう風にやればいいんだけど。する側の人なんじゃない？ね。そういうところをちゃんと言わないと言葉にできないから初日つられちゃうんだよ。でも、すぎてどうしよう。3番は2番はじゃあつらないといてあげるね。4番さんが発言します。はい、じゃあ、4番っていうのは、まあ、優しい心も持ちつつ、ド S なので2番さん釣ろうかなって思いますね。まあ、1周目、はい、あの、2番さんは自身で、嘘発見2期、まあ、ちょっとうまいこと言っちゃいましたけど、声色なんで、嘘発見2期かなって感じで。ね、1番さんに言いたいんですけど、多分9番さんが僕、あの内容の発言を汲み取ったのは、まあ、感情的になるっていうのは、感情的になんか言わないでほしいではなくて、なんかこう、感情的になって汚い言葉だったり、まあ、殴られるのを嫌がってる、もしくはなんかこう喧嘩のようにならないように使用してほしいみたいなニュアンスなんじゃないかなって僕は思ってますけど、まあ、それが正しく汲み取られたのか9番さん次第ですけど、あの発言を人外でなんかこう感情的に殴られるのを嫌って発言したようには聞こえてないかなって感じかな、はい、3、2、1だったら、まあ、僕は女性に優しくだけど、はい、一旦様子見ます。3から9すべて。早く終わんねえかな、本当によ。5番さんが発言します。はい、5番です。よろしくお願いします。市民陣営です。そうですね、まあ今まで話を聞いていて、まあ1番さんに関してはちょっと村っぽいなと思っちゃって、なんか1番さんが、いや、あの別に感情全然いいじゃんって、その感情で精査してもいいよっていう、そのなんか自分の考えを話して、なんかこれ理解できるかなみたいに周りに理解を求める姿が、これ狼だったら何を考えて言ってるんだろうっていうところが、ちょっと俺の中で狼行動として当てはまらなくて、この人多分このゲームを、まあ、うがった楽しみ方をしてる人なんだなと思っちゃったので、ちょっと一番村っぽいなと思って、で、まあ、2番さんに関してはまあちょっとわからないんですけど、まあ、そういう人なんだなぐらいで、まあ、それを釣らないであげるっていう3番さんに関しては、3番さんが狼で2番さんが村だった時に、2番さんの村を釣る正当な理由ができるにもかかわらず、それを遠ざけるような発言はあんまり狼っぽくないだと思って、3番さんにしてよかったですね。まあ、逆にその2を釣りたかった4番さんが若干この中からまあ悪意がある人なのかなと思ったくらいです。はい、で頑張ります。6番さんが発言します。おはようございます。まあね、直近の5番、多分5番って人外だとしたら、多分狂人なんだよね。絶対狼ではないと思った。っていうのも5番、1番を白で置いたりね、4番が、みたいな。多分5番ってね、あって狂人なんだよね。で、俺9番が一番おかしいと思ったんだけどね。9番って何？最初にさ、はい、単体精査。え、ライン精査とかしないんだ。ライン精査でも考えていきますみたいな、普通にそういうこと言うと思うんだけど、単体精査でとかね、なんだよね。で、1番もそういうのに突っ込まない、で2番もそういうのに突っ込まない、なんだよね。だから9番って、あ、ちょっとね、白っぽいのかなって。めっちゃね、発言的には9番で黒いんだけど、1番とか2番で全然そういうの言わないんだよね。で、3番で2番も、あ、白いのかな、どこが白いんだよ。3番目線どこが2番白いのかって話なんだよね。今日2号の欄だからね。2号の欄だよ。7番さんが発言します。はい、お願いします。占い師2番さんです。老いぼれドッグ、老いぼれ犬、まあ、で使われてたの。なんで老いけ、まあ、老い犬って略してんの？っていうのは、なんで老いぼれ、まあ、老いぼれ犬、老いぼれドッグで使えないの？まあ、3番さんって、僕は2番使ってたの、まさかこの名前は。2番がマックス狂人だっていうことは分かるんですけど、別になんかその3番さん2番白いとは言ってないんですよね。なんかかわいそうだから、まあ、今日は釣らないっていうことなんですけど、なんかその 権限をなんか行使できるような立場なのかっていうところも、僕は3番さんに対しては気になりますし、なんかこの2番さんに対してのなんか評価衆に近い動きなのかなって僕は3番さんにちょっと感じて、1番は3番さん、一番気になるのは3番さんかなっていう感じ。あなたの発言です。
はい。まあ、難しいですね。うん。まあ、なんか4番、6番が怪しい感じがしますよね。まあ、2番をすると言ってる。まあ、2番は声色センサーをして言いましたね。9番は、声は素敵です。まあ、私もそう思います。つまり2番がね、声色センサーに自信があったら、9番のことを白いと思ったら9番は白の可能性があると思います。うん。まあ、そこを釣らない3番。ということはね、見ると、まあ、9、2、3は白の可能性があるなと。まあ、そこを釣りをしている4番。そして、9番を釣りをす、あ、2番を釣りをす4番と、9番を釣りをす6番を見てるとね、これはもう4、6ラインが見えちゃうなって思って。はい。ライン正座をしないからって、わけわかんない不当な黒塗りが見えますね。うん。4番も2番を謎に釣りたい。うん。まあ私はこの4、6がなんか怪しく見えますね。うん。以上です。9番さんが発言します。お願いします。霊能でした。おらない。5番さんが2番さん白。5番さんが2番さん白ということで、2番さんは怖いらせ、あ、騎士さんが1番さんだ。そしたら2番さん。ああ、4番6番でいいんじゃないですか。ヨちゃんのことを言ってるなら許さないですよ。ですね、じゃあ最後岸さんがいるから岸さん、うん、いいんじゃないですか。46の欄にしましょうよ。ちょっと6番さんに言っておくと、あのみんな触れなかったのって言ってたけど、私は進むにつれてライン精査はすると思うけど基本単体精査をすると思いますって言ってたから、そこを突っ込まなかった人がって言って、あ、しれっと2番の言葉を借りて、突っ込まなかったのがって言ってるけど、私それ多分言ってるから、誰も突っ込めなかったと思うから、多分6番さん、私が最初に方に言ってたのが聞こえなかったか、聞いてなかったか。まあ、人狼楽しいね。適当にやれるから。ちょっと捉え違いしてたのかなっていう。無難的真面目だからね。人狼どこまでおふざけできるかっていう挑戦だからね。黒いっていうわけではないけど、ちょっとそこがおふざけできるかっていう。冷静かなっていうふうに。血が出ないんでしょ？思いました。あ、別にいいですよ、出ないんだったら。出ないんでしょ、まあ、じゃあ4、6のラインにしましょう。感情入れてもいい、一番さんに言うと。ただもう、感情でムラムラがやり合ってしまったことが私は何回もあるんです。自分がそういう性格で。やっぱり言われたらなんかカーとなってしまって、その人のことをずっと思考録してしまったから。意外と、声の声色聞くと9番の方が感情を、なんですよね、なさそうだけど、まあ、感情がある人だから感情を抑えてる。ないってこと、一番の方が一応許容範囲があるから感情あってもいいじゃね、はい、って言ってるの、多分、ね。無礼で。一番の方が激しい感じだけど、感情的って自分を理解してるってことがね。一番さんが、それはどうでもいいです。さあ、4分の5、そもそも9番さんが言ってんのってさ、私は感情精査しませんだべ。いや、していいよって言うだけだよ、俺。周りにそんなん言ってないよ、9番さんって。だからなんで自分に制限かけてんだよ、9番つってんだよ、俺。4番履き違いだべ。だこの後、視点更新あるでしょ。3番が2番に言ってんのって、2番が7割釣られてんだべ。じゃあ今日はいいんじゃねえかって3番はギャグで言ってんじゃないの？考察にも何にもなってないんだよ。3、4まで。で6に関しても5番の強靭要素わかんねえし、9番に1、2が9番に触れないから9番は白なのかなの理論もわかんないんだよ。はい、グレーが何もわかんないかな。あ、本当勘弁してほしいよね。自分の後に責任持ってくんね、9番。頼むわ。自分が感情入れないですって言ったんでしょ。俺入れていいよって言ってんの。9番がその感情って村でやってるのか狼でやってるのかっていうのを精査できることあるんだよ。2番は感情入れないからこんな風なテンション。村村で1番は感情を入れてもいいって言ってからこんな感じのテンション。で4番が大丈夫、1番間違えちゃってるから大丈夫。でもそれで別に9の人って感情入れますってこのテンションだったら何考えてんだろうね。感情止めるって言ってんの。冷静で許せたから、だから9番の人は冷静な感じなんだよ。怖い色が。1番は感情的だから、この感情的なんだよ。感情を許容してるから。ギャグじゃなかったらやべえやつだから、それ2周目の3番のライなんだ視点更新もあるだろうしね。2番が2番で、7割俺釣られてんだよ、これ言っちゃって。いや、今日はいいんじゃねえのって適当に言ってる3番だから。6番は5番の強靭要素わかんねえし、1、2が9番を叩かないから、9番が無駄なんじゃねえか、精査もわかんねえから。はい、8番まとめてください。はい、4、6の欄でします。4と6の欄で投票コード見たらいいんじゃないですか。2番さんが発言します。あ、どうも。これ1番さんすごいいい声色ですね。もうとても結構尖ってましたね。はい、
まあ、でも精査する意欲は一番感じられました。なおかつまあそれを裏返すであれば、あ、すいません、ひっくり返すんであれば生存意欲は高めですね、これは。はい。で、珍しくヒロちゃんがすごい優しい考察してたんで、2週目は結構ガツガツ言ってくれるかなって信じてます。はい、なんだよ、1週目なんて俺パッとしねえわ、はい、優しいですね、なんかね、優しいって。1週目なんて俺がどちらかというとはっきりするとかは言わないわ、はい、3か6のライン、曖昧な感じだよ。1週目どっちかっていうと村の方が、ね、人外の方がはっきりしてる。まあ、確かに5番が強人っぽいって言ったのは分かりませんでした。優しいですって。あと6番さん、ちょっと怖い色的に。1周目優しい世代ね。なんかちょっと粘着質なタイプが感じられましたね。だからそれを。いや、お前と6番でいいでしょ。嫌われ者で釣りましょうよ。9番ちゃんをいじめたり。結構多分粘着4と6ね。4番はいじめてねえけど。多分なってしまうので。あ、6番と4番いじめましょうよ。つけたいなと思いました。絶望は味わわせましょうよ。6番さんに投票します。多分6番さんは狼だと思います。はい、4と6で、4、6の欄でみんな。5番、7番。これは新境で出てる。4番と6番でいいんじゃない、はい、だからグレーに2郎います。うん。で、僕、良かったと思いました。まあね、嫌われてるものを釣りましょうよ。慌てました。もう、あれ、もしかしたら初日で噛まれちゃうんじゃないかなと思ったら。6番がね、9番ちゃんいじめてるからね、4番はいじめてないけど。でも本当にこれ、広ちゃんが初日でいなくなっちゃうっていうのはすごい寂しいので。ひろちゃん2周目の考察をお願いします。いつもの考察をお願いします。4と6の欄でいいんじゃないですかねって。本当に、はい、4番6番で色見たらいいんじゃないですかね。6番さん釣ります。噛まれたら、噛まれると思うんで、あと任せますっていう強人に見せて、123が出てくれなかったらラッキーっていう。3番さんが発言します。私ね、5番さん真だと思ってて、7番さんが偽だと思ってて、美味しそう。6番に行った訂正のかけ方は良かったんだけど、3番が2番に評回収かけてないよ。2番が初日からいつも釣られるから、いいいいだから2番はかわいそうだから評価ないって。ただそんな4と6の話聞いたらいいんじゃない。だから2番さんが今まで勝手をやって釣られてきたんだから、それをやらないように心がければいいのにねって言ってもやらない人って。だから別に2番さんは今日は釣らないとくねって。だから1番さんが3番の組取りは正しいものだと思ってて、7番さんが6に向けてその指摘に乗って釣りたいのは。誰出ろっつうのよ。出ねえ騎士ってマジで何考えてんだろうと思うよ。出ないやつが多すぎだよな。男らしくないよね。まあ、女性かもしれないけど、3番の。3番さんが、発言します。男らしくないよね。ね、気持ちから2番釣らないっていうのの、僕はアメリカンジョークなニュアンスで言ったつもりですよ。ド M じゃなくてド S だけど。だから2を釣ろうかなって言ったら待てで。まあ、1はそれを汲み取れてはいたけど、4が履き違えてるっていうけど、9番さんのあの感じのニュアンスの発言の仕方って、まあだから9番さんの主観があることに対して1番が別に根性的になってええやんって、その主観との主観の戦い、押し付けでしょ1からすると。9番さんは別に押し付けてないけど、まあ自己なんだ、思考開示してるだけだから、そこは精査とかではなく、なんか主観のぶつけ合いは精査ではないから。で、6がなんかこう2番5番ねって言って、6番狼の時に5番6番って繋がらなさそうなんだよね。要は6番が5番の相方に向かって、これ1、3の欄にしようか。あの発言履歴を言ってるかどうかだから。じゃあ1番3番の欄にしようか。仮に釣られて黒結果だった場合は7番6番だと思うね。俺キシルででも占い指示をすればいいだけだから、1番3番の欄にしよう。だから6番狼の時に6、5相方に向かって、これは強人だよねうんとかっていうようには聞こえないじゃん。自由投票でいいんじゃないですか。だから今の3番さんも、まあ秒数残しは気になるけど、いいですよ6番って言ってて、3番狼の時に、あ、2番さん言ってたけど、俺は占い進路だと思うよ。あ、誰つってもいいから自由投票にして、発言の大半をなぜ潜伏したかをと、理由をちゃんと聞きたいんだけど、はい、それだけですね、5番さんに求めるものは。まあだから3よりも1と6どっちかかな。結構なんか1番さんって余裕ないよね、感情的に。9ばっかに触れてるし、1か6じゃない。1か6言うとるようにしよう。5番さんが発言します。うん、まあ1を睨む視点はいいなと。まあ、ちなみに潜伏者の2勝を持ってて、まあ、2番が発言したんで、6番以降2番にどういう矢印向けるのかなっていうのを見たかったからです。
でね、消せないところがね、7番ね。あと俺騎士で出ねえわ。めちゃめちゃ仕事しないと思う。ヒロちゃんメタ上出ないわ。なんで頼まれてないの出てくるんだって騎士で。ヒロちゃんメタ上陣内確定なんだよ、これ。絶対2番釣りでいいちゃう。ここに白を打つってことは、あのこれあのグレーに2浪残ってればかなりね、狼の邪魔する行動になるから、俺強靭でやってんのかなと思った時に、じゃあ7番狼で何かを狙ってやってるんだって思った時、それでもね、今の発言聞いてて、相方がどこなのかなってちょっと考えたんですけど、難しいんですよ。なぜかっていうと、4番も3番とは違って、俺はド S だから2釣り寄って、明らかに2を釣る、うん。だって俺なんだもん、いるわけないじゃん。6番も2、5っていうライン提示をしてて、この4か6どっちかに7の相方がいた時に、7って占いで2にするって言わないと思うから、その時に7狼出てれば 俺目線って、相方が1か3になるんですよ。そうなった時に3番って、7番が 3.2 の評価回収してるんじゃないかって、3番にそのライン切りにしても、その2にあの発言をした2に白打ってまで3を差し出すライン切りってコスパ悪いなと思った時、思った時に、7狼だった時は相方俺しかなと思ってね。でまあ3番もあそこまで行って、まあ3番ってその2をどうしてもどういう風にでも調理しやすい位置なんですよ。ああいう2を発言した2を釣るって言っても正当性だし、でもそれを釣るって言っちゃえば、釣りやすいところを釣るって言ってる3オオカミなんじゃないかって睨まれるから、逃げるために2釣らないよって言ってる可能性もあるから、単体で言うと3が怖いんだけども、7オオカミだと勝てるところはないかなって思いました。6番。4番なら出そうなんだよな。発言します。6番だけだな、出なそうもんね。あと1かさん。2巡目、お願いします。俺、1番と4番もね、すげえ白いって思ったんだけどね。自由投票でいいんじゃない？ 9 番が例の。俺3番が一番黒いと思うんだけどね。3番ではい、2番をね、釣りません。みたいな。ね、なんで？2番がめっちゃね、黒いと思ったんだけどね。2、5。相変わらず俺はね。やっぱ3番から行きたいんだよね。1と4ってやっぱね、本当に村っぽくね。こういう時は騎士が出るか、騎士釣れるかもしんねえから。もちろん鉄則の自由投票。3番かなって感じなんだよ、ね。うん、3番しれっと投票しますよ。本当に景色あって、ね、私は、感じなんだよ、ね、別に7番疑ってるから3番釣るわけじゃありませんよ。ワンちゃん2番がね。6番かわいそうでしょ。どうせ2番と同じタイプで初日から釣られるんでしょ、怪しまれて。うん、3番は生き残るんだから、たまには初日釣りして、遺言聞いてあげましょうよ。たまには遺言聞いてあげましょうよ。3だと思うけどね。どうせ6番って初日釣られんだろ、2番タイプだろ、うん、かわいそうだから3番釣ってやるよ。だから3番釣りなんて言ったらおかしくなるから、もちろん自由投票。そしてもちろんで売れない仕様も準備しとくのがひろちゃんのプロの技に。釣られた時は死ぬろうろ。今日3番行ってくんねえかな、うん、自由投票絶対人外だと思うんだよね。いいよ、サバイも。5と7で言ったら、まあ、相変わらず5の方が怪しいんだけど。うん。言いたいけど、自由投票にするわ。3でいいと思うけどね。自由投票にします。8番消しなんだろう。強靭釣られたら、自由投票で。うん。俺、8番消しじゃないと思うんだよね。うん。けど、3番でいいと思うわ。じゃあ、6番釣ります。7番、3が。発言します。もうこれは進行もあるから、その6番さんがもし騎士を宣言できるんだったらした方がいいと思う。8番が騎士じゃないっていう思考の巡り方っていうのは結構なんかもう分かんないから、その発言の意味がなんかまだ6番が騎士持っていて8番さんが騎士じゃないっていうのを分かってる人物なら納得できるけど、まあまあでもやっぱね、釣りたくっていうのは36がいいと思いますよ僕は。うん、まあこんだけ強く、まあ6番さんも、まあ、3番が偽だ、まあその思考の巡り方っていうのは36でいいんじゃない、じゃないっていうとこ以外は、まあ、6番さんの考え方ってめちゃくちゃ分かるんですよね。僕は結局のところ3番さんって、まあ、人狼だった場合ね、評価収できてるわけで、2番さんの。評価収じゃないって言われても、その結果行動が、それは勝つためのムーブなのかどうかっていうのは、まあ、あるんで、3番さんに関しては。36でどっちか、まあ、
例の結果見て、まあ、3が白だった場合っていうのは6の黒っていうのが高くなるし、まあ、3がね、まあ、黒だった場合は6白、6つってその逆もしかりっていう感じだと思います。まあ、いずれにしろ僕はもう3、6に占いを飛ばすつもりはあんまりないですね。今日ここの指定でっていう形で。6番さんの8番騎士じゃないっていう発言がすごい気になりました。あなたの発言です。まあ3と6にしたらいいんじゃない？まあ別に6変な発言してるけど、まあ任せますよ。別に新騎士なんで、はい。6番が明日なんか騎士で対抗で出たって僕は勝てると思ってるし、まあ僕並みは普通発生するんじゃないかなと思うけど。まあいいですよ。6番が陣内でなんか俺残してくれたら戦えるから別にいいですよ。6すると、6一本とかにしないんで、3と6でいいんじゃない？いや、何をもって騎士じゃないと言ってんのか意味わかんないんだけど、この人ね。まあ別に、キューマさんが言う通り感情的にならない。うん。まあ6番だからわけわかんない発言してるかもしれないからね。何をもって騎士じゃないって言ってるのかよくわかんないんだけど、本当にもうよくわかんない。まあ3と6でいいんじゃない？あの6の欄で別に、まあ自由でもよかったけど3と6っていう、まあ声があるなら3と6でいいんじゃない？ 6 7が3、6が3というなら3と6で名乗り合って色を見たらいいんじゃない？投票行動。はい。以上です。はい。投票してください。アバターをタップして選択できます。あ、6番騎士かもしれないけど、後でしれっと噛みゃいいし、別に。アバの邪魔でしかねえから。あ、3番巨人だったら3番がね、デさんが逆だった。だからヒロちゃんに恨まれる。投票を終了しました。追放されるのは、気持ちいい !3 番さんです。気持ちいい !3 番さんが発言します。3番さんの初めの遺言ってレアだから聞こうよ。9番さん、9番さん守ってね。はい、守ります。任せてください。僕は人外と思うわ。うん。僕はもうおかしな人外だからな。別に6番。6番って3番の要素を上げることができず、で、1番は3番の組み取りを行った場合に関してって、6番視点って3が角狼にならんよね。で、7番の思考の中でさ、5番の視点はいいなと思ったよ。7番1番はあるんじゃない？初週から3番が1番に対しては警戒持って1番ってあの発言って何だったんだろうって言った時に、多分7番1番だと3番が1番の狼に気づいてる可能性があって、7番って3番にしか向かないかったって感じじゃない？で、7番さんは6番さんのおかしい要素を上げながらも3に向けたりで3番6番、3番6番だから。5視点から6つって3占いって当然じゃないって思ったから。7番確認せやろ。7番の視点の中で。まして4番が7、6だって言ってるのを4番の視点に向けるわけでもなく、7番と協議するわ。どうするか、7番と協議の上。あ、任せますよ、神は。任せます。になりました。あ、どこでも、神たいところ。タップして選択してください。任せます。あれ聞こえる？あ、神、任せますよ、神は。はい。はい、いいですよ。OK、OK。OK、OK。OK、OK。9守りでもいいや。9グッチョウ入んのかな。9、守らないと思いますね。騎士がね、やばそうだからね。6番なのかしらね。うん、まあ、それはそれで、守ったら守ったで別に9グッチョウって主張だ。お待ちください。襲撃された人はいませんでした。1番さんが発言します。あ、5に正4号だと思うよ俺。3白だよ。 5番っていうのは、ね、ロジックで精査してんだよこいつ。で 5番が言ってんのって9号へ、5番が言ってんのって、7、3、狼で2番に白は打たねえよなって。あのさ、役は出ろ。おもんねえんだわ、こっちは。新ロールやりたいんだわ。役のアプリをやってるんだけど、新ロールやりたいだけなのに、新ロールさせないんだから今日、ほんと。
あといない。6番があんな黒くなれないよ、狼で。6番が8番に喧嘩って一瞬を白置きして、そんな黒くなれるかなって思う。センスだと思う、そこまで行って、6番狼だったら。まあ、4か6に狼がいるってこと、ね。1黒って分かったよ、5番さん。4番、4号だべ、これ。ちゃんと聞くけど、で、9番が決めればいいと思うけど、俺はこれ言って。9番に、9番がまあ5、7の芯につけるっていう。で6番狼はそんなに黒くなれない。あって強靭。で5、7進路で考えるべ。6番強靭あたりだとしたら4番人狼なんだよね。それはいい結果論だからね。6、4のグレー行くプランも一応あるけどね。7、3狼で2番に白打たねえつってるやつが、なんで5番が3番に入れんのよ。そのロジックもわけわかんないし。でそこで3番の評価集しといて、1番にヘイト向けて1、6だっつってんだべ、多分5番って。4番が3番ホタってのも意味わかんないし、3番さん、早いよね、切るのがっつってさ、4番って1、6なんだぜ。1番はいいよ、黒塗りしても。でも6番に至っては次の発言あるんだぜ。なんで1、6になるんだよ。戻ってこいよ。4号で終わると思う。9番戻ってこいよ、4号で終わる。1番がまず評価集できるけど、7番が入れてきてる。俺はそう落としたね、9番さん。はい、7番戻ってこいよ、もう。2番さんが発言します。うん。これはもう声色精査がちょっと難しくなってきたので、もうフィーリング精査に切り替えさせてもらってもよろしいですか。これ多分3番さんに入れた人が狼だと思うんですけども、7、8、5、6。ね。え？1番さんの興味はやっぱりどう考えてもないんで、これ多分占いはやっぱ心境ですね。はい。5、これ4、5、6釣り切りで勝てるとかないですか、ワンちゃん。まあ勝てんじゃない？ 4、5、6釣り切り。ヒロちゃんはさ、なんで今日そんなになんか低姿勢なんだろう。すげえ期待してるんですけど、で9番、いやいや、9番さん感情的にならないように、9番さんに嫌われたくないから、ね。てか7番がいねえからもう勝てねえよ、これよ。占いの色を見せたくなかったので、ね、まあ4、5、6、7戻ってこねえしよ。心境だ。普通にやれば勝てる盤面なのに。これ、狼出ちゃってるってことだ。まあ4、5、6、釣り切りで勝てますね、これ。7番さんが戻ってこないんですけど、どうしました、これ。まあ5、7、7で。どうしました？まあ、もう5番釣れば勝てんじゃないんで、5番が人狼だったら勝てんじゃない？戻ってきたから、勝てんじゃない？いや、5、7の審議にしたらいいんじゃない？ 5、7の審議にして。だから多分4、5、6、釣り切りで勝てます、これ。だ言ったでしょ、だから6番だって。なんで6番入れてないの？俺どこ入れて、4番入れてるか。角違いで、すいません、笑いました、今。はい。ちょっとお角違いすぎちゃって、投票構造が。すいません。だこれ4、5、6、釣り切りです。多分7番が真です。はい。1番さんは白。3番さんはこれ、普通の白。はい。5番釣ります。で、ここははっきりさせない。5番、7番の審議ははっきりさせないで、5番、7番、まあ、5、7行くか、5、7の占い行くか、4、6に行くか。霊能さんが決めてくださいっていう。はい、まあ、3番さん、結果、白でしたよね。だから、僕が村なので、占い審議は確定ではないんですよ。ありえないんですよね。1番が確白で、僕は間違い投票してるけど、5番、7番、進路の6番が狼確定盤面ね。で、やっぱ3番さん釣られて結果、遺言面白かったけど、7番、あ、4番って7番に視点向けたじゃん。6番黒の時、7、6はつながるよねって。6番、5番、相手の時はないよねって発言落としてるけど、7って確かに3番さん言うと、4番に行ったやつが悪いんだよ。3、6でいいんじゃないで、6番しかもしれないけど、6番の初日の遺言なんてみんな聞き飽きてた。6、1のタクを上げつつ、3番さんの遺言なんて初日の遺言なんてレアでしょ。なんかめちゃめちゃ8番に接してなんじゃないか。決して7番を疑ってるからつったわけではありませんか、ね。発言の内容ってほぼないに等しいんだけど、だそうしたところで、なんか6番をただの逆精査だけど、狼っぽくないから、3番俺視点は狼っぽくない、1、6なんだったら1投票だけど。1番さんはあの謝罪受け付けませんから、このゲームにおいて100ゼロはない中で、4番のモラに対して、4番が核人外と言い切って外れてるその球は、後での謝罪は受け入れないんで、気をつけてください。はい、なので、どうしようかな。5番、7番だとするなら、やっぱ7、6でしかないんで、表を見るために、5番さん、潜伏内容はちょっとね、少なくて飲めないんだけど、4と6の欄で、6番は4と戦えないと思うんで。まあ、7はおそらく4に入れてくるんで、はい、7番さんに聞きたいんだけど、なんで6、3だったら6にあれだけさ、騎手だったら出た方がいいんじゃないのって言ってて、
普通の新感情だったら、え、じゃあ6番おかしいよね、6釣りってなるはずだけど、やっぱ3が白かったよ。だから7、6だと思うよ。1、2はちょっと使い物にならない。5番さんが発言します。はい、まあまず昨日、8番さんが36って提示したんで、俺6番さんが狼だ、俺あの狼で意味のないこと、意味のない発言をする人って俺見抜けない人なんですよ、実は。だって6番狼だった時に8番本当に騎士なのっていう意味ってないじゃないですか。例えばね、これ7、6、ローローとかだったら、あの例えば強人に騎士出ろよっていう合図かもしれないし、わかんないけども、でもほぼほぼ6がじあの狼だった時に8って騎士確定してるのに8偽なんじゃないのっていう意味がどこにもないんですよ、うん、で3番は昨日も言った通りに2番がああいう発言をした時にそこを変な発言したから釣るって言うと、じゃあその釣りやすいところを釣るって言い始めた3が狼って言って、あの釣りの矢印飛んでくる可能性があるから、そういう2に優しくして逃れようっていうその怖い位置ではあるっていうところを比較して3と6で3に投票しました。でね、これね、あの1番さん、2番さん、これね、4、6って絶対ない盤面なんですよ。4、6だったら8噛むんですよ、絶対。4、6だったらもう4って、そのまず5、7審議は分かんないけど、6、狼だって言うしかなくなるから、逃げ道なくなるから、4、6、ローローだけは絶対ないんですよ。うん、4、6、ローローだったら、その3の白も知ってるから、霊能に白結果なんて出させて、霊能なんて噛まないですよ。確実に騎士って言ってる8噛むんですよ。だから俺の中で4、6、ローローは確実にないから、俺の中では7番、狼確定しました。うん。相方どっちかっていうと、今の4の発言聞いた限りだと、4はちょっと違うなと思ったんで、まあ、7、6、ローローかなっていうところが着地地点ですね。でも正直さっきの発言から6番が狼だった時に、なんでわざわざほぼほぼ確定してる8番騎士に、こいつ偽っぽい、他今いないかっていう発言を、その意味のない発言をするのかっていう、俺の中ではちょっと見抜けないだけど、まあ4番の走れるのか7番の方かな。6番さんが発言します。おはようございます。もう5番いっちゃってんじゃん、もう自分でね。なんで8番を噛まないのかって、8番が狼だからだよ。なんで8番が噛まれないのって、そういう話になってくんじゃん。絶対今日4からしか行かないからね。8番狩人なんでしょ、騎士なんでしょいいじゃん別に。じゃあそこ で4番で1のことを疑ってないんだよね、4番って。多分1番ってね、もうね、俺1番はほぼね無駄だと思ってんだよね。8番はもう偽だって分かってるからね。あ、ごめん言っちゃったあんま言いたくなかったんだけどね、俺が新狩りだからね言ってるんだよね。で、8番ってもうね、噛まれてないじゃん。俺、8番のことね、ほんと噛んでほしかったんだけどね。多分1番が、8番が、狼だから、あれなんだよね。5番ってそんなことも言っちゃってんだよね。もう5番が狼なんだよ。5、8、ロロ。いや、5番強人かな、わかんないけど。うん、8番が偽っていうのはもう分かってんだよ、こっちはね。俺、8番噛んでほしかったんだよね。9守りだよ。普通に9守り4、絶対今日4ね。4番はもう1のことをね、もう白って置いてるんだよね、うん、だから絶対4は狼だと思う。今日絶対4ね。5、7はね正直分かんないんだけどね、今の5番の発言。なんで8番、普通8番噛むんじゃねえの。俺はそこを狙って俺はね出なかったんだけどねまあみんな分かってると思うけど、今日4番ね。4番は絶対狼だから。3番がもう白だった以上、もうグレー詰めだからね。4番。4番が狼だから。7番さんが発言します。うん、6番さんって昨日から、まあ、騎士だよっていう布石を張ってたと思うけど、俺は4番の、まあ、投票、これ、まあ、1番、2番もだけど、まあ、3、6のタクで、まあ、1番さん、2番さん、4番さんっていうのを表を書いてるポジションだから、ここ俺強人だと思ってるね。まあ少なからず、まあ4の、まあ4の1投票っていうのは、まあ、まあ4番強人じゃなかったらあれだけど、人狼の可能性もあるけど、結構5、6、ロー、4強もないし、1、2強っていう感じで見てるんだけど、
なんだろうね。まあ、その、騎士については、その6番自身が人狼だったときに、例の結果で3番の白っていうのが見えると自分の黒っていうのが浮上するから、例のチャレンジっていう可能性もあるなっていうのは僕は思ってるし、まあ、6番自身今日4釣りたいって言ってるんだけど、その潜伏した理由について8番が噛まれるか噛まれないかを確認するためって言ってたと思うんだけど、まあその考えってね、結構騎士潜伏するときあって騎士が出てて、でも8番さんがこれ噛まれてないってことはロー目が高くなるわけじゃん、6番視点なのに今日4行くんだっていうのは6番さんの偽要素になるかな、その騎士 CO については。だから だけどその分かんないから、結局のところその俺の考えは4番強人6番人狼だけど、もしかしたら6番強人かもしれないけど、今日はだから5な、あなたの発言です。あの確定人外するなら6番、強人か人狼か分かんないけど、6番置いといて勝負するなら5番7番になるけど、9番が決めた方がいい。6番釣りだったら明日迎えられるよ。あの8番が人外でなんで6番を釣らないの？ 6 番が騎手の可能性がある発言してて、なんで俺6投票しないのか説明してほしいんだけど。で、分かんないけど、なんか俺が人狼でなんで6番噛まないの？意味分かんないんだけど。うん。俺は6番わけわかんない発言してるから、マックス強人なのかなと思って、だから3の色見た方がいいのかなと思って、だから普通に9番持ったんだよ。3番の色は重要だから。うん。で、今こんな場面で濁らせてるために出てるから、6釣りしてほしいなとは思いますけども、9番さんが5なら行くならもう、まだ審議が俺はつかないけど、6番行くのが一番確率ですよ。はい。はい。で、だからまだ分かんないんだよな、これな。5、7はまだ分かんないけど、9番さんが占い行くなら占い行くしかないけど、うん。6番釣りが一番安全です。はい。そう言っときます。はい。9番さんが占い行くなら占い行くしかないっていう。確実な人外は6番です。はい。強人か人狼かは分からない。うん。自分の真の要素、うん。なんで6番投票しないんだっていうことを分かってくれれば。人外で6番が騎士のような発言してて、6番に投票しない人ってどこにいるのかをロジカルに説明してほしいっていう。で、仮に味が人狼だとして、強人だったら噛めないわけでしょ？ 6 番を噛まない理由は？はい。そこの理由をちゃんとロジカルに説明して、恥の偽を追ってください。はい。真です。はい。普通に3番でロー落ちるかと思って、9番守ったわけです。はい。6番が一番安全です。はい。9番さんが発言します。はい。私が間違っていたら本当にすみませんけれども、今日は6番さんに行って、8番さんが、女神降臨。守りたい方を守って。女神降臨。まあ、すぐ使用してください。なんて言うんだろう。はい、使用編集をしてすぐに、始まったらすぐどこ守りかっていうのを出したらいいんじゃないかなと思っていて。うん。まあ、はい。ちょっと間違ってたら申し訳ないんだけれども、今日は本当は7号の欄なんですかね。いや、でももう、うん。俺の理論がね、もともらしく聞こえる。6番騎士なのに人外で6番釣らないやつがいる。あ、理由？あ、3番がね、邪魔だったんですよ。3番が邪魔だったんです、僕。だって、3番がいるとね、投票してください。アバターをタップして選択できます。3番巨人だったらいいんだけど、邪魔なんですよ。あとね、まあ面白く言うと、3番さんの初日遊言って聞いたことある？ 6 番の初日遊言って、うん、聞き飽きたぐらいあるでしょ。うん、だから3番の方がいいじゃん。うん。まあ、あんまり激おこじゃなかったけどね。激おこになっても、だからそこだけがちょっと強人要素があるんだよ、3番よ。怖いのは。追放されるのは6番さんです。気持ちいい。6番さんが発言します。9
9番ってバカなのかな。俺がじゃあ狼だったらさ、普通に8番噛むじゃん。強人かもしんねえじゃん。3番なんて強人かもしんねえじゃん。そもそも俺が出てくる必要なんてないんだよ。いや、占い師釣りたくねえからと。そもそも出てくる必要なんてないんだよ。3番釣れたら。9番さんは優しい子だから、そんなこと言ったら人狼やらなくなるから。4番っていうのは1番のことね。6番ってさ、でも8番がね、6番ってよ、分かってる。6番ってマジで言うけどよ。わかるだろ、9番。女性プレイヤーを減らしたいの ?1 番もどうなの ?6 番でやってるプレイがさ、8番いんのにさ、4ずりってやついるか。まあいいや。8ずりしかねえだろ。お願いしかないんだけどね。出ないで5、7審議で勝てばよかったんだよ。ちゃんと7番釣れば勝てたんだよ。5、7ね。ちなみに。まあ1番がいるから、ミスリードしちゃうから。どう考えても俺が、でも俺が白ってもね、7番分かってた上で7番って釣ってんだもんね。5番が審議じゃん。7番がニスだよ。7番がニス。いやもう気持ちいいね。はい、じゃあもう9巻で。9番になりました。9巻で襲撃対象のアバターをタップして選択してください。1、2番いるから、まあ、黒打っても白打っても任せます。はい、わかりました。しれっと4角を釣れればね。うん。OK です。うん。普通に出ればいいのに、6番も。確かに。だから3番釣られんだろう。うん。4、4黒にしますね、うん、強靭の可能性ある、うん。うん。任せます。はい、OK。1人がいるから、ほぼ1人の票を取ればいいから。7番で4取れる。理由 ?1、2番の票を1票もらえばいいだけ。終わり。俺は知らねえふりするって4番いくけど。6番がローに見えないから4黒の方がいいね。自然。4黒の方がマジで自然。4白なんてマジで不自然だよ。昨夜襲撃されたのは9番さんです。うん、一応1号へとか入れとく。1番さんが発言します。4黒何これ。な、4号か7号って。難しいね。5、8かな。いや別に6番は狼がないっていうだけだよ。狼だったら6番がいてるのに8神だから。でも9番が6いくっちゃってるし、浴衣も釣り先も6番はせめて8だし、8番は6しかないのに5、7とか言ってるんだよね。俺死んだよ。9番に任せますじゃないから、出方6番偽だろでいいんだよ。で強靭だとあんまりなんだろう、出るべくして出てる感じはしないから、6番狼世界線追うとかしないとダメだったんじゃない。俺死んだよ。簡単についてくついてかないじゃなくて、新目取るゲームだから、触手から出た方がいいよ、6番。だから6番が狼がないっていうのは誰しもが分かってることだけど、動き的に人外っぽいよなってなっちゃうから。はい、4黒、4白。あ、5、8ねえのか、ごめん、ごめん。まあ、8番新進行でいいんじゃない。はい、あ、もう死んです、大丈夫です。死んだったら6番投与するから。多分俺はもう負けてると思ってるけどね。死んだつも、死んだつも。4、8、5番。理由はね、俺6番、6番がミスんだろ。6番釣りするに決まってんだろ。さすがに PP って言ってくれるよね。俺も死んだよ。まあいいじゃん、8番新進行でいいよもう、はい、いやマジで死んだつも。2番さんが発言します。なんだ、負けたのか。あ、でヒロちゃんは何、人外だったから何そんなにいつもみたいなあれができなかったの。いや何言ってんの、負けてねえよ。ヒロちゃん偽か。まあ初日からヒロちゃんが噛まれないのはおかしいなって思ったんだよ。なんで 1,2 番って言ってんの。分かんなかったんだか、どこか。そういうこと。6番って分かるじゃん。聞いてなかったけど、6番が多分何使用したの。1番の話聞くとそんな感じするわ。あの、シンですけど。だからもうこれあれだ。負けてんでしょ、多分。負けてねえよ、まだ。負けてるんだ。俺、シンだわ。ね。7番がシン。ね。7番がシン。負けてねえから、まだ。俺、シンだつもん。6番が強靭か人狼だよ。8強靭。でももう6番釣ったからにはもう8新進行の。今日は4番。ね。4番が狼だから。俺、村だつもん。俺、シンだつもん。新役っすよ。どうなってるの。4号俺死んだよ。死んじゃないと6番釣り寄すから。
あ、そうだよな。人外だと6番投与するから。4狼8強人。うん。死んだっつうの。何言ってんの。じゃあだから。僕死んですよ。負けちゃったんだ。僕死ん。久しぶりに言ってもいいですか、この言葉。PP です。負けちゃいました。はい。PP って久しぶりに。PP ないよ。PP バンドってポケモンであったよね、なんかね。なんか、どうも。PP はない。俺死んだから、PP 存在しないから大丈夫。はい、死んです。決め打てばいい。そう。ここだけは合ってる。声色とフィーリングセンサー、これだけは本当に自信を持ってやってきたから。7番が真、これだけは合ってるはず。答え合わせだけさせてください。お願いします。 PP ナイス。6番は人外です。強人か人狼です。4番3が発言します。57の真にして、はい、僕はまあ1周目からちゃんとゲーム始まる前から3番さん9番さんの女性のね、まあ和やかな下りの流れから真面目に発言して頑張ってるんですよ。村人陣営だからね。2番さんの発言で許されるのは強人のみですね。それ以外はブロック案件なんで。1番さんは隠しろなんで、6の言ってることはおかしかったんで6釣り。あと8番さんの6の発言の後の、俺が村の4番村なので、8番6番騎士仕様5ならに、ここ進路進路が確定してる状態なんで、6番8番のタクだったら6番。2番がおそらく強人でしょうね。で、7番が4黒なんで7偽が分かった。てかさ、1日目俺が狼だったら3、6のタクでしょ。5番7番が新教でもないわけだから、3番6番だったら3いっときゃいいわけよ。なぜ1に行くわけ。俺は発言矛盾なく1番6番でおって3番が結果白じゃん。3番さんの言う言聞いた。7番さんへ指摘したんだよ。俺って6番黒結果だったとき7番6番だよねって言ってるけど、7番って6番さんが騎士の布石を打ってるけど、6って、うん、5番さん大事だよ、ここ。あなたの信念の僕知ってるからね。はい、なのに7って不自然でしょ。6番さん騎士だったら出た方がいいよ。でも出ないんだったら6釣りますね、じゃん。普通だったらね。だけどそれをできずに7って、6と一緒に3行ってるわけだから。6って趣旨おかしいからね。あれじゃ死んだとしても死ん取れないし、7番8番狼で2番強人だったら PP だけど、その宣言はしてこないわけでしょ。8番さんが今日4詰めとか5詰めしてきた時にはPP の可能性あるけど、今日は7一択っすね。7は4には勝てないよ。なぜ1日目俺に偽視されてんのに俺を人外視しなかった。奈良間さん、その結果であなたは芯が取れないから7詰めで終わると思ってる。5番さんが発言します。何これ。ああ、お仕置きしましょうか。6番を9番を叩くとかね、3番を釣り押す。6番の凄さ6番たるゆえん、村を釣り押す。この凄さ、この確率精度、さすが6番おかげで3番釣れたぜ。おかげで3番釣れたぜ。絶望してるでしょ、5番の人って。まだ勝てるから。今日7、4のランで。うん。まあ、普通に、なんだよ、この村。5番いねえし。なんだよ、この村。投票できんの、これ。もうさ、絶望すんだけどさ。ああ、4の乱でもう。一票削った。ずれてる。7番さんが発言します。いや、まあ3番さんは申し訳ないけど、まあその模試候ロックもしてたしね。3番さんはもうどうしてもやっぱ6番さんにああいうなんか騎士におわせみたいなムーブ取られると、まあ、6番さん保存っていう形にしたくなっちゃうんだよね。
6番さんが新騎士だった場合、いいから早よ、5番が戻ってこないうちにやんないと、早く。それでもやっぱ言わなきゃいけないから7番はダメか。8番ここでスキップしたら変だからな。行きたいっていう思考の巡らせ方は違うなと思いましたね。やっぱ結構5番強陣4、6ローもあるのかなと。4番で終わらなかった場合は、まあ、こうまあ5番、まあ紙が発生しないから5番人狼だった場合っていうのは、まあ、普通に5番投票したらいいんだけど。いや、まあ、まあね、でもね、8番の陣外はね、まあでも、その結局、今日のスタートの時点で8番陣外だと多分 PP 宣言になってると思うんだよね。だからやっぱりその8番芯っていうのは当たってるんだよね。だから、まあどうなんだろうね。いや、もうこれ4番さん、うまさも、あの、自爆した方がいいと思いますよ、僕。あの、もう、どうもがいても、4番さん勝てないと思いますよ、5番さん続けたし。あなたの発言です。はい。まあ、4、7のランで決め打ちですね。あ、真です。はい。あの、1、2番、本当に大丈夫？俺、あの、あれだね。俺が陣内だったら、6番で騎士みたいな発言2周目にしたんだで。だったら6番するに決まってんじゃん。投票も6にするに決まってんじゃん。で、強人だと神ないとしても、人狼だったら6番、神はいいじゃん。で、乗っ取ればいいじゃん。うん。なんで投票しないの？ 6 番に。うん。はい。ね。他の人にもこれ、騎士の可能性があるような発言をしてる人って6しかいないわけで、僕陣内だったら6番釣り寄せばいいだけじゃない？投票すればいいじゃない？人狼だったら噛めばいいんじゃない？うん。その行動一切ないんですよね。はい。真です。はい。大丈夫です。PP ありません。74の真にしてください。はい。6番釣りは良かったんだよ。うん。はい。これで一応、ただ決め打ちかなって思ってる。はい。以上です。投票してください。アバターをタップして選択できます。ああ。俺、1、2番が奇跡を起こすと、狂人とかいるとやべえな。てか、狂人いたら余裕で4じゃねえがよ。狂人いたら4じゃねえがよ。4に行かねえやつが、7行こうとするやつは狂人じゃねえな。投票を終了しました。奇跡よ！これが、キャーシャーン！ 4 番、3です。奇跡を起こす、それが、キャーシャーン！ 4 番、3が、お遊びしてあげますか、1、2番間で。はい、まあいいです。発言履歴は残ってるんで、1番とかが多分おそらく4番 100% って言ったのは忘れないし、はい。多分8番のは発言的には、まあごもっともなんで、7、8なさそうだけど、4番、7番の択で、7番さんって僕のアンサー返ってないですよね。3番さん結果釣られてるので、発言。あ、もっともらしい発言。ああ。はい、6番よりもね、釣らなきゃいけないやつが現れたから3番。だったら使い物になってないですね。4番に言うとね、ちょっとね、突発的な事情があってね、3番を釣るしかなくなったことがね、逆に僕の村要素になるんですよ。成り立ってない感は。わけわかんないんだけど、村要素なんですよ。はい、まあいいや、まあしょうがないよ。負けるときはあるんで。まあ、だって5番がいないんだからもう無理だもん。5番が説得できないもん。2人まだちゃんと聞いてるから言うんだけど、結構ね、僕は。10番組んで遊んでありますか？強気に言うんだけど、結構ゲーム始まる前の穏やかな感じ結構良かった。3と9番さんやれて良かった。ありがとうございました。ああ、僕も3番と9番と一緒にやれて良かったです。うん。まあ、この村の問題点は6番だろうね。あ、任せまーす。になりました、はい、襲撃対象のアバターをタップして選択してください。狂人はどこだったんだろう。1番か2番にいるのかな。3番狂人、うん、2番じゃないですか。狂人は、うん、4番に行けてるから狂人がどっちかにいるんだろうね。普通にもしかしたら3番が3番が、うん、遺言が穏やかっちゃ穏やかだったよな。7の方死んだと思ってたのか。狂人だったら、まあ、6番が悪いよねこれ。6番が悪いんじゃない？ 5 番はもう、だって、1、2番が5番怪しんでるから絶望。5番が接続切れでもう嫌になってくると、電子切れでももういいやって戻ってきたくない気持ちは100歩ずつってわかるわ。俺も PC じゃなかったら、電子切れだったら戻んないもん。だって1、2番ってもう、
1,2 番はもう4番怪しんでっから俺に見えないでしょ。昨夜襲撃されたのは5番の端々に出てるから、まあ1番か2番に狂人がいたんじゃない。試合終了。あー危ね。